キャンキャン。にゃー。にゃーん、かわいい。連れて帰りたい。抵抗ペンギン。ペット業界の闇。今日もいろんな人に可愛がってもらえて楽しかった。お前はのんきだな。なんで？ここでの生活は最高じゃないか。居心地のいいペットショップ、優しいお客さんたち、そして何もしなくても褒められるこの環境。今はな。どういう意味？売れ残った犬や猫はどうなると思う？え、それは殺処分。売れ残るとどうなるの？基本的には殺処分だ。殺されるってこと？そうだ。なんで、そんな。売れ残ったペットはそれこそゴクつぶしだからな。そんな、ひどいよ。勝手に後輩で生み出しといて売れなくなったら殺すなんて。それがペット業界だ。それで、売れ残るとどんな風に殺されるの？特殊な装置に入れられて二酸化炭素を送り込まれる。数分後には死んでる。そんな。今日本では年間10万匹もの犬や猫がこうして殺されてるんだ。許せない。僕は怒ったぞ。何それ？怒りの力で目覚めたスーパーサイヤ人だよ。パンダなのか猫なのか猿なのか、ややこしいな。著作権的なあれはさらにややこしいぞ。とにかく僕の目覚めたこの力で猫や犬を殺処分する悪者をぶっ倒して彼らの命を守るんだ。なるほど。で、誰を倒すんだ？もちろん殺処分する職員さんたちだよ。だって彼らが悪いやつなんだから。そんなわけないだろ。職員さんだって殺したくて殺してるわけじゃない。え、そうなの？できることならこんな仕事なくなった方がいいと心を痛めながら仕事している人が大半なんだ。動物愛護法。わかったよ、真の悪者が。誰なんだ？この状況を生み出している政治家が悪いんだね。政治家たちも何とかしようと動いている。そうなの？3年前に改正動物愛護法が施行され、殺処分されるペットは減ってきているんだ。なんだ、やるじゃん政治家。でも実際殺される犬や猫の数は減ってないんだけどな。え？引き取り屋。どういうこと？法改正後新しくできた引き取り屋という仕事があるんだ。どんな仕事なの？ペットを殺処分できる数に制限がついたから、ペットショップから1匹いくらで犬や猫を引き取るんだ。殺されなくなっていいことじゃないの？でも実情はひどいもんなんだ。引き取られた犬や猫の多くは雑な管理をされる。なんなら金がかかるからなるべく早く死ぬように管理する引き取り屋もいるというくらいだ。そんな、ひどい。2年前には一度に80匹引き取ってほとんど殺し、事件になったケースもある。しくしょう、許さないぞ引き取りやめ。奴らが真の悪だったか。そうとも言えない。え、引き取り屋がいなくなったらどうなる？また殺処分されるペットが増える？そう、また逆戻りするだけなんだ。かといって引き取ったペットを寿命まで生かしておいたら確実に採算は取れない。今の流通の仕組みが引き取り屋を生む土壌になってるんだね。ペットショップ。今度はどうした？僕はようやくわかったよ。何がだ？諸悪の根源がだよ。諸悪の根源はそう、ペットショップそのものだったんだ。それはどうだろうか。え？ペットショップのおかげで大切な家族を手に入れられたお客様だって大勢いるし、ペット市場は1兆4000億円にもなる大規模市場だ。それにペットショップの店員さんだって悩んでいる。精神的に病んで辞めてしまう人だっているんだ。進行。ああ、じゃあもう一体何が悪いのさ。まずは大量生産、大量消費の考え方だろうな。どういう意味？たくさん作ってたくさん消費するというビジネスモデルが命を取り扱うペットには似合わない仕組みだと思う。大量生産、大量消費は必ず余剰なものが出るからな。じゃあなんでペット業界はそんな考え方になってしまったの？これは日本人の持つ信仰のせいだと考えられる。信仰？自分が持つペットは純血がいいという純血信仰。雑種だって可愛いじゃないか。見た目の可愛い子犬や子猫ばかり欲しがる子犬子猫信仰。大人には大人の良さがあるじゃないか。日本人は他の国と比べてこの2つに異常なこだわりを見せる傾向がある。この2つの信仰がなくなり、ペット業界の需要に変化が出始めれば殺処分される犬や猫が減っていくことだけは間違いないな。ん？待ってよ。じゃあ結局
悪いのは。また社宅から追い出されることになったよ。でも今度はホームレスにならなくて済むみたい。しかも新しい部屋は家賃も安くてとっても快適。変な物音とかするけど大丈夫だよね。次回、事故物件に住んだらどうなるのか。僕は昔、本名字になるのが夢だったんだ。でも、誰にでもそういう時期ってあるよね。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ペチペチ、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 この腹黒パンダが。